はい。東大寺、南大門と中門でございます。立派な柱ですね。大きいですね。他にも大きいお寺はありますが、ここのも大きいですね。大華厳寺と書いてあります。そう。華厳教ですね。東大寺は。 はい、これが注文でしょうか閉められておりますはい観光客は別のところから入るということですね、はい、こちらの方は修復がされているんでしょうかなかなか見た目が綺麗ですねコントラストがはっきりしていますはい 横から見た景色もなかなかですね。奈良時代にこんなものを作ったんですね。はい。この中にはあの大仏が収められております。はい。ということで、東大寺の南大門と中門でございました。今回の配信は以上となります。また 別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。